プリンちゃん使い向けにルキナさん対策について解説したいと思います。私大福と申します。よろしくお願いいたします。はい、まずはね、あのコンピューターレベル9に対して基本の立ち回りをね、はい、解説した後に、はい、その後に私のビップマッチでルキナさんと対戦をちょっとお見せしたいと思います。はい、今のはラッキーと。はい、でルキナさんですけども基本は辛いです。あ、今のいいね。で基本は辛いです。剣持ってるんでね。はい、でただまああのなんとか戦うところもあるんで、はい、でさっきのところちょっと意識しておいてほしいんですけども、ルキナさんのバーストタックとして復帰阻止が超効いてきます。はい、上 B に対する空エネでの復帰阻止が超効いてきます。はい、うん、なんか一瞬で終わったんでもうちょっとちゃんともう一戦やりますね。もう一戦やります。はい、よろしくお願いいたします。先ほど志半ばで終わってしまったんで、はい、あのしっかりと解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。もう一戦ですね。はい、であのルキナさんの基本の立ち回りですけども、もう剣持ちなんで厳しいんですよ。相手があのもう素手で男らしくね、素手で戦ってくれればあのこっちとしてはありがたいんですけども、そうはいかないんで、はい、じゃあ剣持ちに対してどうするのっていうところなんですけども、基本はステップでかわしていく。相手後隙が少ないんで、クーエルとかあのクーマエとかで、あとマーベラスなんだ、マーベラスコミュニケーションとかで、あのマーベラスコミュニケーションとかで結構攻撃してくることが多いんで、なんとかそれをステップでかわしていく。それをちょっと意識してほしい。でステップでのかわし方としてはもうトントンです。もう後ろに引いて、もう後ろに引いて、あとはもう最速で攻撃していく。それを意識してほしいです。はい、でバースタックは基本はあのこうやって相手の上から降りてって、空上のいいタイミングで押してほしい。で相手の上 B に、上 B を出すタイミングのちょっと若干前ぐらいで、でそしたら多分さっきの動画で多分分かったと思うんですけども、相手の上 B って結構空上に弱いんですよ、こっちの。でこプリンちゃんもダメージ受けちゃうんですけども、プリンちゃん自体もダメージ受けちゃうんですけども、相手をバーストできるんで全然こっちの方が痛手じゃないです。はい、でまあそんな感じですね。はい、基本的にバーストタックは。で、人間相手だとダウン連が効いてきます。はい。今のは、まあ、あの、コンピューターなんで受け身全部取っちゃうんですけど、人間相手だと 50% ぐらいからこんな感じで空前ベクって、前ベクトルを踏んだらダウン連が、効いてくるので、はい。詳しくは、まあ、ジョーカーさんのね、はい、あの動画を参考にしてくれればいいかなっていうふうに思います。で、はい。で、あとはなんとかもうステップで立ち回りでかわしていって、相手のちょっと、剣が届きにくい範囲、相手の剣の届きにくい範囲でプリンちゃん2個分ぐらいですかね、をちょっと意識してくれたら、まあなんとかかわしやすいかなと思います。それに対して、まあ空エネとか空前とか、あと頭突きだ DA とかでなんとかあのお茶をしのいだと、そういった戦い方を今、あー今ちょっと今ジャンプして歌うとかでいいかなっていうふうに思います。ちょっと突きに当たっちゃいましたけど、おねちゃきは良くないね。はい、おね、で、あとはもうこんな感じで復帰阻止をしていく。そうやって倒していってほしいかなっていうふうに思います。で、まあ、注意としては、で、今みたいにあの、空下で合わせると効かないんですよ。ああ、まあ、空下で合わせたら効かないけど、空上で合わすっていうふうな感じでよろしくお願いいたします。はい。それではまあね、あの、ちょっと切り悪いですけど、実践編の方を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ルキナさんじゃないですか。さあ、まあ、周り管理をね、しっかりこっちもやっていきたい。まあ、ルキナさん自身も多分周り管理で、まあ、戦っているキャラなんで、まあ、その周りに注意しながら、こう、遠距離から転がるでね、牽制していくとか、まあ、カウンターに入ってて、ね、注意で。まあ、あ、やばいな。とりあえず、相手の攻撃、あー、なんだ今の、おなら、砲火で攻撃された。ルキナの砲火。ちょっと恥ずかしくて攻撃しまくってく恥ずかしすましょう。相手、ちょっと攻めてるな。ちょっとこう、いや、かわして攻撃、かわして攻撃を基本にしてきた。ステップで翻弄していきたい。やば、当たんね。強い。あー、くそ。恥ずかしすましょう。あー、強いな。隙がね。一回のジャンプで2、3回攻撃してくるルキナさんも勝てん。来い、来い。あー、ダメだ、死んだ。うまっ。うまい。歌うの借り方も完璧。やっぱ、間合いが、まあ、とりあえず早期早期バーストしていきたい。眠っていきたい。あー、カウンターシーンか。ああ、ダメだな。バーカ低パーセントの時はね、コンボに挟めるんで。はい。もう、シャビー連打。シャビーね、敵なみなめ。まあ、とりあえずちょっと、50% ぐらい痛い。50% ぐらいまで溜めていきたいんだけど。ああ、もうこっちは 50% までいっちゃった。隙がないなー。こんなに剣振り回されるともうちょっと。どこでやればいいかわからん。どうしよう。やばい。勝ち筋が見える。あー、基本忘れてる。攻めちゃダメ、攻めちゃダメ。こっちから攻めたらもうルキナさん剣当たっちゃうんで。はい。落ち着いた。落ち着けるかよ、このパーセント。どうしよう。
これどう来い来い来い、あーし、バカめバカめ、これなんですよね。はい。まあ、ルキナさん、ハタックでの復帰阻止割と効いてくるんで、はい、おすすめですよ。あと、クーエヌとかでね、はい、復帰阻止していくと、早期バーストもできますよ、と。はい、ありがとうございました。もしよかったら、高評価、チャンネル登録お願いします。それによって、更新頻度がね、変わってきます。よろしくお願いします。あと、ツイッターでの、ハッシュタグ、全ネムでのツイートで応援してもらえると、喜びます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。